こんにちは、本間修です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画はイングリッシュホルンを吹いている時に右手が痛くなってしまうよという方のための動画です。イングリッシュホルンという楽器はオーボエと違って体からとても右手が遠くなります。そして右側の下の部分の方が重いわけです。オーボエだったら平気な方でもイングリッシュホルンを持ったら持ってる間にだんだん手が痛くなってしまうという方はとても多いです。でそこでそのまま無理がたたってしまうと腱鞘炎になってしまう可能性も、ありますから、でまずはもう手が痛い方は何といってももうストラップをまず絶対につけましょう。僕もいつもつけています。全然手痛くならないんだよなっていう方でもストラップはつけた方がいいと思います。ストラップをつけることによって右手が、まあ、痛いにせよ痛くないんですよ、そこは関係なく右手がする仕事の量というのを減らすことができるんですよ。そうすれば体がよりフリーになって音楽的に自由になる可能性があるので、手が痛くない人でもストラップをするっていうのは重要なことかなというふうに思っています。 で今日は特にストラップをしてるんだけどそれでも手が痛いよっていう方に、向けての動画になります。これは僕自身もですね手が痛くなりやすいタイプだったのでいろんな試行錯誤の結果、分かってきたことなんですけれども、まあそのイングリッシュホルンを吹く時の手の痛みっていうのは言ってみればある程度は慣れとか、筋力のトレーニングとか指のそのねイングリッシュホルンを吹き慣れることによって自然とついてくるその柔軟性というのももちろん重要になります。ですからある程度は根性論も必要になります。ですから多少時には湿布しないと痛くなっちゃうような日がたまにあるくらいだったら普通の努力の範囲内かなという感じがします。ですがストラップをしてるのに手が痛いよという人に共通していることがありまして、それはストラップに頼るのが下手ということなんですね。ストラップをこうやって書きますね。でこうやってこう下げればこうやってこうストラップが自然とこう引っ張り上げる力が働きますよね。こんな感じになるわけです。でなんですけどせっかくこうやってストラップが重さを引っ張り上げる力を、ね、出してくれているにもかかわらずいざ吹く時になったらこのストラップの張力を一切利用しないで自分の手で持ち上げちゃってるというパターンが多いんですね、はい、例えばだからこんな風にこうやってせっかくかけてるのにいざ吹く時にはこうやって自分で持ち上げちゃってる。結局これストラップで引っ張る力がほとんど利用されていません。多少っていう感じ。そうこれだとつけててもあんまり変わらないですね。なるべく引っ張ってもらう力を利用するためには例えばもう少しこう上に上げると、この引っ張る力引っ張るのをもう少し上に上げて右手はただここにあるだけでほとんどこの持ち上げるという作業に右手が頑張っていないというようなぐらいまで引っ張り上げてもらう。その上であんまりね引っ張りすぎたら今度これが口がちリードが近くなりすぎてしまって苦しいのでそこのバランスを取るわけです。なるべくいいところで口に自然にリードが入ってくるぐらいの引っ張り具合で、かつ右手がなるべく持ち上げるという仕事をさせない。その状態にすることによって、ストラップをしっかり活かすことができます。で、今ご覧いただいてわかるように、これ伸縮性がありますよね。伸縮性がないストラップだと、よりそのストラップの力を借りるということが難しくなります。なぜかというと伸縮性がない場合この位置って決まってしまうわけですよね。だから自分にとって心地のいい位置で決めるわけですけど、まずリードのあるべき位置とか楽器のあるべき角度っていうのはいつも同じ角度で決まってるわけではなくて音域によっても違うし自分の音楽表現によって体っていうのは絶えず動いてるわけですから楽器と自分の体の関係っていうのは常に距離感や角度が変わっているんですね。ですから伸縮性のないストラップだとベースとなる角度以外に関しては一切助けてくれないってことなんですよ。だから結局なんかもうちょっと動かしたいなと思った時には全部右手が頑張んなきゃいけなくなってしまうということなんですね。この伸縮性のあるストラップの場合はその固定されているストラップと比べたらこの支えてくれる力は弱いかもしれないけれどもどんな角度の時でも同じくらいある程度引っ張ってくれているわけです。ですから僕はこの伸縮性のあるストラップをおすすめしているわけです。今日は、ストラップを使っているのに手が痛いという人はストラップに頼るのが下手もしくは伸縮性のないストラップを使っているのではないですかという、動画でした。オーボエとはまた違ったとても魅力的な音が出るイングリッシュホルンをですねなるべく手の痛みを克服して演奏を楽しんでいただきたいなと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。